8月4日月曜日です。今日は813日です。イエーイ。今日は寝起きショットなみたいな感じで、誰も欲しがっているいない動画を撮りたいと思います。今日の目標は、今日何するんだっけ。今日あれだよね、今日ちゃんとこの格好を身につけて帰りたいなと思います。ここら辺のね。はい、頑張ってください。はい、お願いします。早く。これは何ですか？これはどっちかというと、この横隔膜を横に広げてあげるっていう、多分目に入るんですっていうのが、なんかここに横隔膜腹式呼吸、腹式呼吸ってあるんですけど、それをなんか一緒にやるやつがその横隔膜の呼吸らしくて、それがうまいこと全部がこうグーって膨らまるし、だからお腹だけがポコって出てきてもいけないし、胸だけがボボって出てきてもいけないっていうので、全体的に膨らむんですね。膨らむっていう、それが一番安定するんですか、体が。はい、だからどっちかというと、あの腹圧が入るっていう状態が取れる。今腹圧のじゃトレーニングの、意識づけです。意識づけ、はい、なるほど。進化版ってやつですね。すっちゃけ言うと進化じゃないですか。かっこいいっすね。じゃないですか、だって最初こっちだったじゃないですか。あ、そうですね、最初こっちだったね。そうですね。で、それをこっちがグーって膨らんだ状態で、次やるのがお腹をポッてこう出す。あれですよね、だから結果として腹圧が入るっていうところを狙ってるって話ですよね。今こっちが入ってますよ。今そうです、今こっちが入ってるんです。それが言うたら腹式の方なんですよ。腹なんですよ、じゃなくて、どっちかというと全部の横隔膜を広ぐ。なるほど。これは何と命名しましょう。進化版にしよう。かっこいい。進化版にしよう。進化版、はい、頑張ってください。練習中です。初めての横隔膜トレーニングなので、なかなか難しそうです。うまくできるようになったら、この胸式呼吸の胸の部分ですね、とお腹の腹式呼吸の部分とが一緒にこう上がってくるようになるそうです。今まではずっとですね、この腹式呼吸の方に重きを置いてそれでさせていただいてたんですけれど、そっちでですね、結局あれですよね、こっちだけが入ってもダメってことですよね。別々って考え方じゃなくて、一緒って、胸式も腹式も別々ではなくて一緒に考えるっていうやり方だそうです。こんな感じですね。最近抜きやすいな。そうですね、中がスコンって抜きます。抜けた、くそ。もしかして吸い続けた感じです。溜めて、だからフッとなるからそこに抜けて、スーッと吸って、もう限界と思ったらフーッと吐いてください。鼻で吐けばいいですか？鼻で吸って、吐く。で、もう膨らんで、あ、もう抜けるってなったら抜けて。入ってました。最後の方は。そうなんですよね。
ちょいちょい嫌がらせしてくるなと思って。あら？まあ4回でしょ。4ってか違うわ。私が来てから2って言ったけ3体。また鼻血が出るんじゃない？鼻を取る。鼻が痛いです。鼻が痛い。